皆さんこんにちは。今回は石垣島旅行で1日観光した場所を王道と穴場に分けてご紹介していきます。天気はあいにくでしたが、1日でどれだけ回れるのか、それでは行ってみましょう。現在時刻は9時半。まず最初に向かうのは石垣島東部にある野原崎。こちらには人気カフェ野原カフェがあります。野原岬観光農園にあり、絶景が望めると人気のカフェです。しかしあいにくこの日は定休日、残念です。と言っても、もともと定休日なのは事前に調べて知っていたので、この時間にやってきたというわけです。でもこの先に野原岬というところがあるみたいなので、気を取り直して行ってみたいと思います。カフェを過ぎてしばらく進むと狭いスペースですが、車を止められるところがあるので、こちらから歩いていきました。かなり狭い獣道を歩いていくと、目の前にビーチが見えてきました。砂と岩のビーチです。独特の風景ですね。お天気が良ければ絶景だと思うのですが、ちょっと暗い感じ、残念です。でもワイルドな風景を楽しむことができました。時刻は10時15分。国道390号線を北に向かったところにハート岩があるというのでやってきました。ハート岩といえば、郡島のハートロックや池間島のハート岩が有名ですが、石垣島にもハート岩があるということで、一体どんな感じなのでしょう。この緑のトンネルを抜けて見えてきたのは伊原間海岸。とっても綺麗な海ですね。天気が悪いのにこんなに綺麗に見えるなんて、本当に美しいビーチなのだということがわかります。さて、ハート岩はどこに？ Google マップを見ながら歩いているのですが、ちょっとよくわかりません。海の方をよく見ると点々と岩があります。これは牧石、津波で流されてきたとされるサンゴ岩です。表面が渦巻き状になっているので牧石と呼ばれています。ハート岩の正体は、この巻いた様子がハートの形に渦を変えたように見えることから、通称ハート岩と言われるそうなのです。さて、どの巻石がハート岩なのでしょう。ありました、こちらです。ハート岩は触れると子宝に恵まれるそうですよ。時刻は10時40分。石垣島の北東部にある赤石食堂にやってきました。お昼にはまだちょっと早いのですが、雨がひどくなってきたので早めにランチを済ますことにしました。いずれにしてもこちらの赤石食堂は地元の方からも観光客からも大人気で、行列必至なのでこの時間で正解です。名前を書いて待っていましたが、11時の開店時にはたくさんのお客さんが行列でした。こちらでいただくのは八重山そば。一般的な八重山そばはライトなスッキリ系が多いのですが、赤石食堂のスープは豚骨ベースで濃いめ、麺によく絡みます。こちらの八重山そばは中サイズの550円です。一方、私はソーキそば900円、中サイズをいただきます。
見てください、このお肉もうとにかくトロトロ。早期のタレと肉の旨味がスープに溶け出して、もう何とも言えないお味。ぜひぜひ訪れてみてくださいね。お昼を食べて私たちが向かっているのは、北部ののぞこ半島にあるのぞこマーベイです。実はこちらトレッカーに人気の山で、標高282メートルと高さはそれほどあるわけではないのですが、周りに高いものが何もないため、山頂からは遮るものがなく360度の絶景を見渡せると今注目の山です。登山する時間があれば挑戦したいところですが、私たちは車で行けるのぞこ岳展望台にやってきました。駐車スペースもあります。確かに素晴らしい絶景ですね。さて、こののぞこマーベイ、語り継がれる悲しい伝承があります。この悲しい伝承を聞くと、この絶景も少しセンチメンタルな風景に見えますね。時刻は12時過ぎ。市の天然記念物、吹戸川のマングローブ群落にやってきました。石垣島の北部に位置する吹戸川の河口周辺に広がっています。こちらのマングローブは国の天然記念物に指定される八重山ヒルギやオヒルギ、メヒルギが生息しています。それでは近くまで行ってみましょう。実は私はこちらに訪れるのは2回目なのですが、1回目の時は足の踏み場がないぐらいカニがはびこっていて、もうそのカニたちが爆走する様子がとっても可愛かったのですが、今回は全然いない、かなりひっそりしています。カニさんたちはどこに？と探してみましょう。この辺りよーく見るとカニさんがいるのですが、警戒心が強くて近づくと逃げてしまうので、なかなかカメラに収めることができません。一方、収めることができたのはこちらのミナミトビハゼ、方言でトントンミーと呼ばれ親しまれています。なんともユニークなお姿、かわいいですね。こちらは自由に散策できますので、ぜひ訪れていただきたいスポットです。時刻は12時半過ぎ。次に向かうのは八重山ヤシ群落。島の北側を走る県道79号沿いを走ると大きな看板が出てきます。こちらは駐車場はもちろんのこと、公衆トイレ、売店もあって整備された観光スポットとなっています。王道スポットではありますが、見る価値は十分にあります。入場料は無料。それでは早速入っていきたいと思います。
群生箇所まではこのようなジャングルのような道を通っていきます。でも通路はきれいに整備されているのでご安心ください。歩いて5分ほど八重山屋にやってきました。こちらは国の天然記念物にも指定されている固有種で、ここ石垣島と西表島にしか自生していない大変貴重なヤシの木です。空高く伸びた数分もの幹は高いものでおよそ25メートル、葉の長さは 4,5 メートルにも及び、その群を抜いた姿は圧巻です。時刻は12時半過ぎ、石垣島の北西部に位置する島随一の景勝地と言われるカビラ湾にやってきました。ここカビラ公園の周辺にはグラスボート、展望台、飲食店、アイスクリーム屋さん、お土産屋さんといったさまざまな施設があります。さてカビラ湾を一望できる展望台にやってきました。ご覧ください、素晴らしい絶景です。カビラ公園は日本百景の一つに選ばれており、2008年にはミシュラングリーンガイドで三つ星を獲得しました。透明度抜群のカビラ湾の海は水質もとても良く、黒真珠の養殖にも利用されているのだそうです。曇っていてもこの景色、素晴らしい眺めです。連日観光客でにぎわうのもうなずけます。それではビーチに降りてみましょう。カビラ湾の海のあまりの美しさに泳いでみたいなと思いますよね。でもカビラ湾は潮の流れが速く、安全面の問題から遊泳禁止となっています。もう残念ですよね。でも海を見たいならこちらにずらりと並んでいるグラスボートがおすすめです。たくさんの種類のサンゴ、イソギンチャク、カクレクナノミといった色とりどりの熱帯魚が見られます。海の透明度が高い満潮前後がおすすめだそうです。カビラ湾からおよそ20分、島の最西端にあるのが右岸崎です。もともと地名として右岸崎と言われていましたが、現在は右岸崎と言われるようになっているようです。目の前にそびえるのは石垣右岸崎灯台。1983年に設置された石垣海上保安部が管理する灯台です。普段は残念ながら入ることはできない灯台ですが、海上保安庁が制定した毎年11月1日、灯台記念日の付近の土日に公開されることもあるそうです。
では岬の方に行ってみましょう。遊歩道が整備されていますが、結構ここ急で滑りやすいので歩くときには注意が必要です。こちらの高台は約37メートル。天気さえ良ければ西の方角20キロ先ほどの西表島が見えるそうですが、今日はちょっと無理そうです。こちらには慰霊碑もあります。灯台設置前の昭和27年12月8日に沖合で遭難した八重山丸の慰霊碑です。こちらは何といっても石垣島で最も綺麗な夕日が見えると言われるスポット。ただ今日の天気では難しそうです。また初夏4月から5月頃には無数の鉄砲百合が咲き誇るそう。起伏のある丘を埋め尽くす様はまさに壮観でしょうね。ぜひ訪れてみたいところです。時刻は3時近く、坂那公園にやってきました。私は今回初めてこの坂那公園を知ったのですが、皆さんはご存知でしたか？石垣島の中心部に位置し、その面積は292ヘクタール、東京ドーム4個分ほどの大きさ。沖縄県では最大の県立森林公園です。公園の中心には標高238メートルの坂那岳がそびえ立っており、散歩コースや気軽にトレッキングを行われたりするスポットだそうです。さて今ドライブしているのは坂那スカイライン。坂那公園の南口と北口を結び、全長は 3.3 キロ坂那岳の亜熱帯林を眺めながらドライブを楽しめます。そしてこの沿道には展望台があります。私たちが向かっているのはエメラルドの海を見る展望台です。標高は210メートル。それでは行ってみましょう。展望台の手前に地図がありました。この地図をご覧いただくと分かるように、この公園本当に広いです。公園内は広いので出入り口も東西南北に4カ所あり、ゾーンも A から E まで5つに分かれているという規模感です。今指さしているところを坂那スカイラインでドライブしてきました。それでは展望台に上がっていきましょう。石垣島の市街地や美しい海、八重山諸島の島々を一望できるはずなのですが、ちょっと天気が残念です。天気が良ければもっと遠くまでくっきり見えると思います。さて、坂那スカイライン沿いにはこちらの他にも渡り鳥観察所、南の島の展望台といった高台があり、それぞれ違う景色を楽しめるそうです。まずは離島ターミナルにいる最も有名な銅像、具志堅用高モニュメントを見に来ました。しばらく見てると大体の方が同じポーズをとって記念撮影をしています。用高さんに別れを告げてターミナルから徒歩約5分、中心部に向かって歩いていきます。
して見えてきたのが730記念碑です。ここはあまりにも有名な交差点。昭和53年7月30日に右側通行から左側通行に一斉変更したことを記念して作られたものです。沖縄の日本返還を強く意識させるとても貴重な記念碑となっています。先ほどの交差点から5、6分ほど、石垣島で一番サーターアンダギーが美味しいと言われている人気店、さよこの店にやってきました。お店の前に出来上がり時間の目安が書いてあります。私たちはプレーンを1個ずつ購入しました。こちらにはイートインスペースはないのでテイクアウトになります。さて早速いただいていこうと思います。覗いてみると、あれ思ったより小さい。これはちょっと期待外れかなという感じです。さてお味は、さすが人気店、美味しいです。ただここのお店でしかこの味は食べられないというほどの感動の味ではなかったかな。さよこの店から中心部に戻ってやってきたのは夕暮れなモール。こちらは公設市場を中心にお土産店やファッションショップ、飲食店などいろんなお店が並ぶ商店街です。こちらでまず向かったのがここ町中交流館ユンタク家です。誰でも無料で休憩所として利用できます。実はさよこの店のサーターアンダギーはこちらでいただきました。沖縄の古民家らしい作りになっており、まるで沖縄に住んでいるかのような気分も味わえます。とてもおすすめ。次にやってきたのは公設市場です。ぜひ訪れたいスポットですね。しかもここは2021年5月にリニューアルオープンしたばかり。1階には生鮮食品やイートイン可能な飲食店、2階はお土産店、3階は市場食堂やスクーなどが入っているそうです。現在26店舗が入居しているそうです。こちらいろいろ見ていると食べたいものがいっぱいあって、ここでなんか食べたかったなぁとちょっと思いながら、お腹もいっぱいなのでスルーしてしまいました。730記念碑から歩いて数分、石垣栄商店にやってきました。黄色と緑の可愛らしい看板が印象的ですね。これはご当地キャラクター元気くんです。レトロで昭和感があってノスタルジー、とっても可愛いですね。元気くんは沖縄本島で創業した元気乳業のキャラクターだそうです。早速店の中へ。かわいい元気くん関連グッズが売られています。いろいろ欲しくなっちゃいますね。さて私たちはこちらで濃厚元気シェイクと元気クールをいただくことにしました。濃厚元気シェイクとはここでしか購入できないのでとっても貴重です。元気クールは乳酸菌飲料で日持ちがしない商品なので、これもこちらで飲みたいところ。お店にはイートインスペースが用意されているのでこちらでいただこうと思います。元気クールは乳酸菌飲料のマミーのようなお味、元気シェイクは牛乳が濃くて本当に濃厚でした。
中心部から5分ほど歩いたところにあるユラティク市場にやってきました。こちらは JA 沖縄が運営する農作物直売所で、野菜や果物、花や観葉植物だけでなく、肉や魚、お菓子から青森まで八重山の特産品が揃います。地元の人からも島の台所として愛される市場です。店内には果物や野菜の生鮮品が並んでいます。地元客が利用するので公設市場などよりはちょっと安いように感じます。さて、ユラティクとは八重山の子方言で寄ってらっしゃいという意味だそうです。ぜひ寄ってみる価値がありそうです。皆さんも来てみてくださいね。見てください、この石垣牛立派です。お値段も立派です。このように南国の植物も売られています。そしてお弁当関係もとってもお安く売られています。これはヤンバルの卵とあるので本島北部から来てるのかな。そしてマリアシェイクの有名なマリア乳業の牛乳も売っていました。さて、最終日には私たちは那覇に寄ったので、そこでちょっと寄ったスポットも合わせて紹介したいと思います。すべてユイレールで行ける場所です。まずやってきたのはおもろ町。おもろ町といえばギャラリアですよね。12月の訪問だったので、こちらはクリスマスのイルミネーションがとっても綺麗に飾られていました。ギャラリアは買い物しなくても見ているだけでも楽しめる空間です。おもろ町には名護の人気店東食堂の姉妹店があります。こちらで人気のぜんざいをいただこうと思います。券売機でチケットを買って店内へ。お店はこんな感じです。こじんまりしています。外にテラス席がちょっとだけあります。人気のぜんざいメニューはこのように映えるレインボー色もありますが、ベーシックなぜんざいが一番おすすめです。さて、やってきました素敵なビジュアル。これ一人で食べると体がすっかり冷えてしまうというボリュームです。こちらが断面。氷の下に甘く炊いた金時がたっぷり入っています。そしてこちらは冬季限定のホットぜんざい。本土の人間がぜんざいと思い浮かべるのがこの形ですよね。横に添えられているのは亀の甲せんべいです。こちらのぜんざい、豆は小豆でなく金時です。国際通りまで移動してきましたが、楽しくて散策できるような天気ではありません。というわけでやってきたのは平和通り。アーケード街なので雨に濡れる心配はありません。この通りを歩けばベタな沖縄土産は何でも揃います。
こちらの松原屋製菓は沖縄の伝統菓子やお供え物を多数取り扱っている沖縄の老舗製菓店。創業は60年以上です。サーターアンダギーなどお安く買えます。営業時間が短いのでご注意ください。そしてこちらは福助の卵焼き。元祖のポータマ屋ではありませんが、こちらも人気のようです。そしてアーケードが切れた正面に見えてきたのは工事中の牧師公設市場。リニューアルオープンは3月19日。この動画が上がる頃にはオープンしています。またぜひ訪れたいところです。そして花笠食堂を曲がってまっすぐ、私たちが向かうのは、みーちゃんのいる嘉数商会です。こちらのお店、タオルや医療品を販売するお店ですが、とにかく有名なのがこの猫ちゃん、猫店長のみーちゃんです。もともと地域猫だったらしいのですが、2011年頃からこちらのお店に居つくようになったところとのことです。嫌がらないかなとドキドキしながらちょっかい出してみます。怒らないけど嫌がってます。さてこちらの猫ちゃんはどうでしょう。私が訪れた時は猫ちゃんは3匹いて、みんなそれぞれお昼寝をぶっておりました。もうとっても癒しになりました。可愛かったです。猫店長のいるお店からすぐ平和通りの終点あたりにあるステーキのお店、極めにやってきました。沖縄には88やジャッキーステーキハウス、やっぱりステーキやサムスなど様々な有名店がありますが、こちらも美味しいのでおすすめです。私たちはこれで3回目の来訪。店内の様子はこんな感じです。ソースやタレも充実しています。A1 ソースもありますよ。さてメニューです。メニューは今回タブレットに変わっていました。牛ステーキでなくだけでなく、ハンバーグ、チキンステーキやカレー、タコライスなどもありました。でもやっぱり注文するのはステーキ。まずサラダとスープが先に届きて心が高まります。そしてやってきました、人気ナンバーワン極めステーキ、 150g 1408円。美味しそうです。早速いただいていきたいと思います。ステーキはレアで提供されるので、焼き石で好きな焼き加減にしていただいていきます。ただ私はレアが好きなので焼き石はほとんど使いません。タレはまずはこのわさび醤油でいただきます。にんにく醤油でもいただきましたが、もう両方ともとっても美味しかったです。こちら精肉店の直営というだけあってとっても美味しい。通りの外れにあってちょっと分かりづらいところにあるんですが、穴場のお店です。おすすめです。ぜひ訪れてみてください。さて旅も終わりです。
那覇空港ではいつも買うサンダーアタギをゲットして飛行機に乗っていきます。さて、石垣島の穴場スポットと王道スポット、そしておまけの那覇観光スポット、いかがでしたか？訪れるたびに新しい発見がある沖縄、また訪れたくなる大好きな場所です。皆様の参考になれば幸いです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。